皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。今回はもう恒例となりましたアイドルハロープロジェクトの写真集の話題です。今回は、残念ながらこういう表現になりますけれども、元椿ファクトリーのサブリーダー尾形梨沙さんの写真集オレンジの砂時計梨沙20歳の感想をご紹介いたします。ちょっとですね、残念ながら2020年末で、ハロープロジェクトや椿ファクトリーのですね活動が終了しましたけれども、尾形梨沙さん、私も興味があったメンバーですし、彼女の写真集、その奇跡をご紹介するとともに、そしてどういう人物かをご紹介してですね、またこれからのですね前途、ぜひ尾形梨沙さんもよろしくお願いしますという意味でご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。続きましてですね、尾形梨沙さんのプロフィールをご紹介いたします。1998年11月5日生まれ、東京都出身の A 型でございます。この98年世代というのは、いわゆる爆笑世代と言われておりまして、このハロープロジェクトの中でも、割とエースであるとかリーダーであるとか中核を担うメンバーが多い世代です。実際尾形さんもですね、椿ファクトリーのサブリーダーを務められていました。2015年4月29日に椿ファクトリー結成がされまして、そして2020年12月の28日に、残念ながらハロープロジェクトおよび椿ファクトリーでの活動は終了となりました。このなぜ活動終了になったかということにつきましては、皆様ご存知のことでしょうし、一言で言えばハロープロジェクトのルール違反があったということで、いろいろと、休止期間もですね2ヶ月ほどあって、最終的には、新しい芸能活動の道を選ばれるということで、それぞれ別の道を歩むことになりました。これいろんなね、ナイーブなところですし、いろんな感想もあるでしょう。私自身もかなりちょっと悩みましたけども、個人的にはね、やっぱりこの9人体制のですね、また椿ファクトリー見たかったですけども、なかなかちょっと難しいところもございました。それぞれですね、尾形梨沙ちゃん、そして椿ファクトリー、それぞれの道にですね、前途にまた幸あれと、そしてまた笑顔でですね、こう会える日を楽しみにしております。そんなですね、尾形梨沙ちゃん、椿ファクトリーのサブリーダーですけれども、ニックネームはリサ丸、そしてマルネー、あとコヘンさんともですねネット上では呼ばれております。名字がですね、小さいに片方の方、ひとひらのひらの字でございます。このコヘンさんということで、ね、有名で意外とですね、助かっております。結構尾形さんね、尾形という字はたくさんございます。結構名前も間違えられやすいんですけれども、コヘンさんということで、小さいに片方の方なんだなということで、いい意味でですね、覚えられます。で、彼女はですね、得意技一つ、個人的に注目しているのが、けん玉が得意ということで、私もけん玉、やっておりました。ですね、結構いろいろファンクラブのイベントや、そして YouTube の、おまけチャンネルなどでですね、けん玉披露しておりますけれども、リサ丸は一言で言えば、本番に弱いようでございます。動画探してみてください。ジュースジュースとか、ね、カントリーガーズいたヤナミンと一緒にですね、けん玉、している動画もありますけど、面白いです。で、またですね、個人的な注目なのは、彼女 J リーグ鹿島アントラーズのサポーターだということです。ご両親がですね、茨城県出身ということで、結構ですね、応援にも行かれているようです。私は大分トリニータサポーターですから、ライバルでもありますけれども、やはり折り天名門の鹿島アントラーズさんには、正直なかなか頭は上がらないんですけれども、ただ2019年、2020年と、鹿島スタジアムで大分トリニータは勝たせていただいております。そしてですね、また一つ注目なのが、彼女はですね、もともとナイスガールトレーニー出身です。つんくさんがプロデュースされていたアイドルプロジェクトなんですけれども、後にですね、ハロープロジェクト拳ファクトリーの広瀬彩香ちゃん、彩パン、そして、同じ拳であり、今現在はジュースジュースの井上玲ちゃんとも一緒に活動しておりまして、やっぱり特別な思いがあるそうです。特に拳ファクトリー、ちょうどですね、今ロケしているのが2021年の1月9日ですが、ちょうど1年前に事務所から
拳ファクトリーのですね、解散発表があったということで、なんか私も縁を感じてますし、その拳解散の際にはですね、特に本当に尾形梨紗ちゃんがね、悲しんで涙流している動画も見たことがございます、ね。まあ、本当にこのハロプロの中でも、いろんなこう切磋琢磨した仲間がいるということですし、またですね、モーニング娘。2-1 の羽賀茜ちゃん、茜ちんがですね、とにかく梨紗丸のことを、まあ、丸姉と言ってお姉さんのようにですね慕っているのも非常に有名でございます。このね、丸姉ちんコンビというのは本当に、尊いな姉妹のようだということで、まあ、ハロプロのですね、お宅の中でも結構貴重な存在だというふうに認識をしております。まあ、こう彼女なんですけれども、基本的にはこうもう見た目ですね、見る限り、本当にクールな感じなんですね。で、なんていうか、ね、まあ、リーダー、椿ファクトリーのリーダー、ね、山岸莉子ちゃん、まあ、同い年ですけれども、リコリコは、まあ、割とこうおっとりめで、こう柔らかい雰囲気を作るのが感じですけれども、リサマラクーでこう、ね、引き締めていくとかですね、引っ張っていくというところで、まあ、サブリーダーですけれども、この、ね、2人、リーダーとサブリーダーの両輪というのは結構面白いなというふうに思っております。そして、まあ、クールな感じなんですけれども、中に秘めているものはすごい熱い思いがございます。で、まあ、それがゆえにちょっといろいろと活動休止とか終了とかにもつながっていったのかなと思うんですけれども、うちなる中でこうやっぱりこう真面目にアイドルがこう、ね、虎視眈々と、ね、磨いていくという、ね、熱い気持ちもございますし、あと結構意外とお嬢さんっぽいながら変なブワーって笑ったりするシーンもね、ファンクラブかなんかイベントで衣装を決めた時にですね、プリンセスの衣装が決まるって分かった瞬間、ブワーって笑った瞬間もまあ面白かったですし、あと有名なのが、ほんとご飯ばっか食べてる人誰本当にっていう、激辛カレーを、ね、食べる対決で、まあ、キキちゃんと喧嘩するという、ね、シーン もうかなり有名でございます。あとこう個人的にはお化け屋敷に入ってからこう泣きじゃくって愚痴ばっか言う、そうやってさ、いつもさ、私を最後にしてさっていうところもね、まあ、意外な一面ですし、なんかそれがちょっと活動終了のつながった SNS にちょっとなんか個人的につながってるのかなとか、これはまああくまでも私の予想でございます。でですね、まあ尾形梨紗ちゃんはまあ椿ファクトリー、まあ、個人的にはですよ、このリサマル以外は結構、まあ、例えば、まあ、目がパッチリ大きくて、あ、本当、可愛い、キュート、プリティという感じなんですけれども、リサマルはどちらかといえば、こう、クールな感じ、クールビューティーという感じでですね、まあ、目も細くて、こう、色白で、こう、キリッとしている、かっこよさもちょっとあるなというふうに、感じています。ということでですね、こういう、尾形顔という言葉もですね、まあ、一部ハロプロの中で聞かれます。これはですね、もともとはですね、モーニング娘。2-1 の北川梨央ちゃんがですね、まさにこの尾形梨紗ちゃんと、あと元モーニング娘。のですね、尾形春奈ちゃん、ハーチにもうそっくりだということでですね、まあ、尾形顔と色白でこう目がキリッとしているクールな感じという、まあ、顔の特徴がございますけれども、実際尾形梨紗ちゃんと尾形春奈ちゃんも似てますし、今そこ写真もありますけど、ね、北川梨央ちゃんと尾形梨紗丸がね、ほんと顔そっくり、最初私見た時区別がつかなかったぐらいですね、そっくりで、まあ、尾形系と、まあ、簡単にもほんとクールビューティーで可愛いですね、そういうビジュアルメンバーだということでございます。まあ残念ながら今ハロープロジェクトはですね、まあ、卒業ということになりましたけれども、非常にですね、こう歌もうまくて、そしてビジュアルもあるメンバーだということで結構人気はございました。さあ、そんなリサマルとの思い出について次は語ります。はい、そんなですね、まあ、リサマルとですね、生でパフォーマンスを拝見したのは、まあ、1回だけなんですね。昨年の2020年夏のハロコ大阪公演で、拝見いたしました。リサマルはですね、まあ、歌は本当にうまいんで、歌がうまくてですね、この時歌った曲名はちょっと忘れたんですけれども、歌い方というのがこう囁くようなボイス、いわゆるウィスパーボイスというのにね、リサマルは挑戦されました。実際リサマルもそれを意識してですね、囁くようにかなり練習したということで、こう渋い味のある歌声だなというふうに感じました。いわゆる、まあ、ハスキーボイスですし、ね、リサマルならではのこのお嬢様感もあって、こう渋い声も出せるというところが一つ、まあ、魅力だなと感じました。余談ですけども、
このまあオリックス劇場が結構まあ大きくて、で私3階の後ろの方から見てたんで、まあ、ほとんどステージ見えないわけですよ。で最初あリサマルが来たと思って、よしあオレンジだな、オレンジのサリウム振って応援しようと思ったら、余談ですけどよく見たらこれ新沼キソラちゃんだったんですね。同じ椿ファクトリーのあれ周りが水色だから、あらあらと思ってですね、もうちょっと遠くから見たら似てましたし、こうスタイルもいいということでですね、あの本当リサマルのパフォーマンス、まあこういう今状況になりましたけれども、生で聞けたということは本当に貴重な経験でした、ね、ありがとう。さあいよいよ写真集のご紹介をいたします。発売自体は2019年の11月5日に発売されました。リサマル21歳の誕生日に発売されました。まあ誕生日に発売というのはハロープロのメンバー写真集あるあるでございます。まあ、21歳のリリースということでございますが、写真集自体はその20歳のですね1年間成長をこう見守るという形でですね撮影をされました。夏にですね四国で撮影をされて、そしてまた時期を経て東京で撮影されたということでございます。まあこれ発売して私もですね、まあ去年からですねそのいつも通っているまあ HMV さんにですね、実はこのオレンジ色の砂時計、まだオレンジの砂時計まだ残っているということがですねずっと確認してて、いつ買おうかなと思ったんですが、まあいろいろこういうリサマルもまあ卒業とか活用終了になりまして、今どうしようかなって悩んだんですけど、今日まあ HMV に行く機会があった際にもう思い切って買いました。はい、でですね、まあ全体的な感想、まあ一言で言えば、まあ、良い意味で悲壮感やこうウェット物売れ気なですね感じに富んだ写真集だなと感じました。まあ、通常ハロプロのメンバーのですね、写真集ですとどちらかといえばこう可愛いとかこうキャピキャピキラキラ、キラリン笑顔みたいな感じのですね、写真集が多いんですけれども、リサマルはどちらかといえばこうクールでこうちょっと悲しげな雰囲気もあり、いい意味でですよ。でそしてこう若干まあ昭和というかこう渋い感じの写真集、まあ、本当にまあ20歳ということもありますし、もともとリサマル10代の頃からこう落ち着いたこうお嬢様風な大人びた顔ですので、こうクールでかっこいいのが決まってるなという感じでございます。だからこう他のハロメンとはちょっとそこら辺の雰囲気がちょっとガラッと違うなとい う, こう大人みたいなシチュエーションとか服装もまあ多いですし、もうリサマル自身が持っている雰囲気もこう大人びた、少しちょっと悲しげさもあるですねイメージを持っております。で、まあ、ネット上でですねこうリサマルはもうとにかくスタイルがいいという噂を聞いてましたけども、この写真集見て本当にねスタイルがいいんですよ。スラーっとしてて、本当まず肩幅が結構いい感じの肩幅結構あるんですよ。程よく肩幅があって、そしてこのくびれがね綺麗なんですよ。まあ、お腹私好きなんですけれども、でかこうスラーっと 背はそこまで実際高くないみたいなんですけども、この、まあ、水着になった瞬間のところとか本当細くてですね、これは脱いですごいなと思いますし、全体をこう通してですねやっぱりこう大人な感じの魅力、セクシーさとこうなんかねなんていうかこうギャラクシーじゃないですけど、なんかこう少しこう大人びた感じのですね雰囲気があるのが特徴でございます。でいろいろですね、まあ、いつも通り水着もありますし部屋着もありますし、で最後は浴衣でこう締めるというのがまあよくあるパターンなんですけれども、まあ、おすすめの1枚というのはなかなか難しくて、正直これ結構いい全体的にいい場面が多いのでですね、こうつけがたいんですけれども、あえて紹介するならば、一つが水色のですね水着のシーン、そして2つ目が浴衣姿の部分がまあ個人的な注目でございます。この水着ですね、いろいろとまああのピンクとか黒とかも着ててそれはそれでいいんですけれども、個人的にこの水色というのがですね意外と似合ってるというか、なんかリサマルイコール水色の感じがするなと。まあ一つがですねモーニング娘。の尾形春菜ちゃんに似ているから、尾形ハーチンのですね、そのイメージカラーが水色だったからということもあるんですけれども、まあそれのイメージもあって、まあまあなんかオレンジというイメージもありましたけど、あ水色も結構似合うなっていう、クールというところがやっぱなるなというふうに感じで思っています。
でさらにですね、この浴衣というのをやっぱりやってますよね。まあ、私はあんまり浴衣さん詳しくないですし、まあ、どちらかといえば布面積が狭いところが好きなんですけれども、こうやっぱよく聞くのはこう首のまず長さとか、あと肩とのバランスが大事ということで、こう伊佐丸はこの浴衣の姿が本当に今似合っていて、あ、この和な美人というのもやっぱ感じるのだというふうに思っております。まあ、結果的にですね、こちらの買ってよかったなというふうに本当思います。この時期にね、この後に及んでどうかなと思ったんですけども、これ全ページ見応えがあって、私自身はこうハマりました。ね、リサマリは本当歌もいいですし、そしてこうやっぱビジュアルもこうクールな感じでですね、かっこよさ、そしてね、美しさもありますので、これぜひですね、まあ一つね買って、リサマルのまた新しい道を応援してはいかがでしょうかね。本当に私自身これどのページもおすすめでございますので、ぜひご購入のほどよろしくお願いいたします。それでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひぜひお待ちしております。あとですね、明日の夜に一つ写真集届いて、また1月の後半ぐらいにもう一つ届く予定でございますので、ハロプロの話題もこれからもどんどんご紹介してまいりますので、よろしくお願いいたします。それではまたですね、尾形梨沙ちゃん元気に会えるようにお祈りしております。頑張ってくれ、ね、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。